インターネットで2ヶ月先まで予約いっぱいにできますか、2ヶ月先まで予約でいっぱいにできますとか書いているコンサルタントさんがいますが、実際2ヶ月先まで予約でいっぱいにできますかということなんですけれども、これ率直に言って私はやりません。なんでかっていうとですね、そんなの美容師さんの能力にだいぶ影響されるんですね。率直に言います、美容師さんが、ちゃんとお客さんを満足してもらって、お客さんに満足してもらって、お客さんがまた来たいと思うような美容師さんでなければ、2ヶ月先まで予約でいっぱいにするなんていうのは不可能です。そして、そこまでするぐらいであれば、自分でやります、美容室をね。なので今私は自分で美容室をやってるわけなんですけれども、例えば、こんなの、一瞬だけですね、コンサル入ってその3ヶ月後までにその2ヶ月先まで予約いっぱいっていうことは実はできるんですね。なんでかっていうと、安売りとかしまくったりですね、広告費出しまくったり、広告費かけまくってですね、いろんなところに出したらですね、別に予約でいっぱいにすること自体は簡単です。ただそれ自体に意味がありませんし、再現性もありません。本当に、美容室のですね、満席かどうかなんていうのはですね、美容室さんのそのスキルだったりですね、その店舗の状況に依存することがほとんどです。なので、こういったことをですね、書くのは、正直言うと過大表現だなと、過剰表現だなと私は考えています。なので私はですね、集客代行っていうことを、美容室さんに提供をしているわけなんですけれども、そこでやっていることはですね、単純に、何人集客すると。大体新規30人ぐらいはうちのチラシで集客できるので、集客人数だけは言うことできます。ただ2ヶ月先まで予約でいっぱいにすると、そこまで美容師さんに関わってやったらですね、いただかないといけない報酬もですね、数十万円、かかってしまいます。なので、その結果私が考えたのは自分でやるということです。なのでちょっとねぼやっとした答えになるかもしれないんですけれども、別にやり方を選ばなければですね、2ヶ月先まで予約いっぱいにすることはできます。たくさん集客する手段、私持ってますし、できます。ただ、それ自体に意味がほとんどありません。重要なことは、1年先に、繁盛していることの方が重要です。2ヶ月先に予約でいっぱいになることが重要じゃなくですね、リピートしてもらうお客さんを集客し、そしてお客さんがリピートしてもらうことをしていく。これが一番重要になってきますので、できなくはないけれども、これ自体には特に意味がないと私は考えます。以上です。